中島久し元から1922年11月10日は、明治時代の日本の文部官僚、旧佐賀藩市、明治初年までの名は周五郎、辻真嗣と共に一貫して明治前期の中央、教育行政に携わり、明治中期以降は、大学文校、第三高等中学校の校長、元老院議官、貴族院議員を歴任した。高元7月16日、 佐賀藩主中島栄遠の長男として、佐賀鬼丸工事に生まれる。藩校行動官、ついで、蘭学寮に学んだ後、慶応元年に、添島次郎、大熊八太郎らと長崎に留学。幕府直活用学校再微館で蘭学を研究する。傍ら、宣教師グイドフルベッキから英語を学んだ。慶応三年には、佐賀藩が長崎に新設した茂学芸庫所の、 教官に抜擢されたが、母親戦争が起こると職を捨てて、江戸に向かい、国事に奔走した。長崎遊学中の佐賀藩士たち明治2年7月、完成改革により、新政府の元に大学校が置かれると、翌8月に、大学中女教研中領長を命じられ、歩道なく大領長を兼任。翌年6月には、大学出資となり、大阪洋学所の事務取り扱いを命じられた。 明治4年7月、文部省新設に伴い文部検証進むにさら、任され、大阪から帰京。翌8月に、文部省7島出資となり、南港の事務を担当した。また、同年10月、岩倉施設団理事官として欧米に派遣される、文部大、進田中藤丸の随行を命じられ、翌11月に、横浜を出港。 米国滞在の後英国の教育調査を担当し、明治6年3月に帰国した。帰国後は同年中に文部省後当出資まで進み、文部県大、進む文部県大書期間を経て、明治14年6月に文部大書期間に就任。明治18年12月まで本省に勤務した。省内では、明治6年11月から、学務課長、報告課長、 報告科副長、報告局長を、明治13年12月から内規所長、内規局長、会計局長を歴任し、明治18年2月に、再び報告局長となった。明治18年12月、大阪に新設されて間もない大学文庫の校長に、転じ、翌年4月には中学校令制定による、大学文庫の改祖に伴い、第三高等中学校長に、さらに、 12月に第3高等中学校の京都移転が決まると移転準備に着手したが明治20年4月に元大学文校長の文部省参事官折田彦一が県民校長として復帰中島は文部書記官となって本省に戻り記録課長並びに折田がそれまで担当していた欧州出張中の浜を新学無局長代理を務めた後 同年10月に文部省参事官となった。その後、明治21年6月に元老院議官に転出。明治23年10月の元老院廃止と同時に、近景官施行となり、さらに翌明治24年12月、貴族院議員に直選された。対象11年11月10日、議員在職のまま東京市も渋谷の自定で死去。去年79。 関係資料として、写真資料約600点と、事例、書簡、手帳、日誌などの文書資料約500点が現存しており、平成26年12月に、長崎歴史文化博物館がこれらを買い取っている。ありがとうございます。